んばんは。おはようございます。本日はですね、静岡県におります。静岡県の今はね、あの藤川落座という道の駅から出て、これから少し観光する予定ですね。前編はですね、概要欄 URL から一度見ていただくと助かりますね。この後本日の宿に向けて買い出しをした後、なんだっけな、橋を見に行くんですけど、名前忘れちゃいましたね。歩く橋としては日本一長いみたいな、そんな感じの橋があるので、そちらを見に行ってから宿に向かう流れですね。では最初に近くのマックスバリューイオンさんに行きます。デイ、富士山が見える。イオンですね。イオンタウン鎌原店さんに着きました。ビッグとダイソーがあるので、こちらで買い物をして、観光地に向かいます。楽しいですね、買い物もね。久しぶり。買い物終わりました。というかまだ終わってません。もうね、見事にピンポイントに欲しいものが売ってなくて、結構イオンの中でもあのビッグさんだとね、焼肉セットが売ってなかったりだとか、バーベキューソースが小さいのが売ってなかったり、意外にね、困ってることが過去にも多かったんですけどね、見事にそのパターンでしたね。なのでもう1店舗大きめのスーパーによることになりましたね。というか見てくださいよ、この景色。すごい、すごいよ。ただいま清水駅の近くなんですかね、大都会になってまいりましたね。それぞれの街でそれぞれの雰囲気ありますね。東横インとかいいっすね。このホテル泊まって飲み歩きしたいよ、早く。本当にイオン清水店さんに着きましたね。千葉県の野田のジャスコをね、彷彿とさせるような建物の外観でございますね。ちょっと不安ですけどね、とりあえずまたここでお肉が売ってるかどうか確認してみます。やっと買い物終わりましたよ。もう買い物だけで2時間ぐらい使ったかな。初めの1店舗目でね、全部揃ってたら1時間ぐらいは稼げた、まあ、短く時短できたと思うんですけどね。いやー、でかいな。まあまあ、新しいところで買うとね、こういうトラブルはつきものですからね。では今からですね、蓬莱橋というね、観光地に向かいます。そこに行ってから宿に向かう形ですね。着が2時半とかになっちゃうわ。急ぎます。蓬莱橋の駐車場に着きました。結構普通の河川敷なんですね。山奥にあると思ったんですけど、もうね、見えてるんですけど、こんな開けた場所にあるのか、風情が。では、蓬莱橋のたもとに行きます。着きました、蓬莱橋。これすごいですよ。正面から見るとわからないですけどね、 897.4m あるそうです。ちょうど人がいないので、渡る前に地味にね、有料みたいですね、お金払うみたいな。知らなかった。このようにお茶屋さんもあってですね、結構ゆっくりできるみたいですね。斜めの角度から見るとすごい長いですよね。奥まで結構皆さん歩かれてますね。 897.4 ということで、役なしということで、非常にね、縁起がいいとのことですよ。これ奥まで映しますか。こんな感じ。まだ見えない。この長さですよ、この長さ。すごい。ではチケットを購入したので、少しだけ待ってます。少しだけね。はい、歩いております。本日はですね、風が強いからね、
橋の真ん中を歩かないと少し不安なところがありますけど、橋のこれ半分まではまだ来てないかな。景色がすごい良くて、これは来てよかったわ。こんな感じです。なんか自然とね、歩いてしまってますね。これまだあと半分以上ありますけど、行けますね、全然余裕で。ただ往復で帰ってくるのがめんどくさいんで、あと今結構時間がないんで、この辺にして、宿に向かわないとですね。こちらに、ギネスのありましたね。橋の長さ 897.422m、 世界一長い木造歩道橋ということでね、ホーライブリッジ。最後に立地ですけど、こんな感じの雰囲気の場所です。もう車がバンバン通る横にいきなりボンと現れますね。駐車場が2つありますね。祝日とかはね、結構いっぱいになるかもしれないですね。平日の方がやはり良さそう。では戻りまーす。はい、蓬莱橋出ました。いやー、思いのほかね、風情ないなって思ったんですけど、実際行ってみたら感動しましたね。相当長いです。すごいですよ、あの建築物は。あれはすごかった。それでですね、もう結構いい時間になってきたので、今から道の駅、川根温泉ふれあいコテージの方に向かいます。この大井川沿いをずーっとね走って、またねどんどん山奥に向かう感じなんで、ドライブがね非常に楽しみになりますね。ではね、この辺でまたね長くなると思うんで、観光編という形で第2部ですね、こちら終了させていただきます。また改めて、川根温泉のコテージはそっちもね2部に分けてになるかもしれないので、一旦切らせていただきます。ではまたコテージ編でお会いしましょう。バイバーイ。販路店がこちらにあり、でなんとこちらが源泉の温泉でございます。もうね、早く準備してパパッと入りたいです。急ぎます。そう、あと言い忘れましたけど、いろりがついてるんですよ、これ。しかも使っていいそうなので、室内で軽く炙り物をするときにね使えるみたいなんですよね。最高すぎません、これ。